前回のあらすじ、レイドストレージの電源を入れ鳴り響くアラート音、ストレージの寿命が近づいていたのだ。このままでは今までのソースや完成データが消失してしまう。意を決した紅葉はついにレイドストレージから卒業する決心を決めるのであった。まあこのあらすじ VTuber 動画じゃないんだが、先日レイドストレージをリビルドしたのですが、再びアラーム音が鳴ってクリティカルエラーが起きてしまいました。もうこれはハードディスクではなくレイドコントローラーの寿命と見ていいでしょう。ということで、データの保護を最優先すべく新しい製品を導入する決心をいたしました。ですが、ただストレージを買うだけでなく、今後を見据えたソリューションであることが求められます。そこで大容量ストレージの主流であるナス、ネットワークアタッチドストレージを導入いたしました。サンダーボルトと違ってLANケーブルを通すので速度は遅くなるのではと思う方もいるでしょうが、これからのネットワークは10ギガビットイーサの時代。今後の10ギガビット通信を期待して、まだルーターは貧弱ではありますけど、先に準備しておくことにいたしましょう。あれですよ、一気に導入するよりはね、負担も軽いですからね。それでは今回購入したナスをチェックしていきましょう。はい、こちらでございます。影になってんな。エイススターの AS400T でございます。エイススター、アスースター、アサスター、まあそれはどうでもいいでしょう。はい、もうね、リアル YouTuber なのかバーチャル YouTuber なのかよく分かんなくなってきましたね。いや、いいんです。編集をね、どれだけ簡略化させるのかっていうのがとても大事でございますからね。開けちまうぞー。ほっほっ、あれ、こっちから、こっちからや。とりあえずまずこの付属品ボックスを、よいしょ。意外に重い。 AC とこれはラケーブルですね。で、インストールディスクらしいです。アスースター、いや、エーススター、いや、え、アザスター、どっちだ、どれだ。え、お、よし。あ、思ったより軽いや。まあそれはそうか、ハードディスク入ってたもんな。ああ、いいね。意外に小さいな。お、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 あ、こうなってんの。あ、なるほどね。へえ、へえ、なるほどね。一応開けるのはこのま、これだけ、このまま引き出すだけでいいのかな。あ、え、あぶねえ、びっくりした。パキって言うから。あ、意外に、なんだろう、スロットが全部プラスチック。思ったよりしょぼい。うん、 4TB でございます。で、これをセットするんですけども、どうやってセットするんだ。はあ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 、なるほどね。こうやって取れっていうことか。なるほど、なるほど。で、元に戻せっていうことだ。差し込めば OK と。そうか。で、ガチャッと、よーし、これでセットアップは完了。インストールか。で、カバーを、カバーは磁石だったな。なるほど、できました。いって、これで次は電源を入れればいいかな。このね、クソデカ AC アダプター、海外の
なんだ、海外の製品ではよくあるものですよね。で、AC アダプターのこれを入れて、今電源入りましたね。電源っていうか通電しましたね。これカテゴリー 5E ですね。5E のイーサネットにつなぎましょう。ね、10ギガビットはね、まだね、スイッチングハブがね、クソ高だからね、しばらく使えなさそうですね。あ、電源ボタン押しちゃった。入れちゃった。入れちゃった。大丈夫か。あ、予想以上にしてた。で、直行自動検出、位置のサーバーが見つかりました。これやな。うん、初期化開始、これだな。あとは長いデータの移動作業ってやつです。夜からして1週間以内には終わるんじゃないでしょうかね、多分。それが終わったら先日交換したハードディスクを PC の方へ移植してしまいましょう。ナス導入を目指すポルカ企画参加者表彰。今回ご参加された皆様を読み上げさせていただき表彰いたします。リプトン様、チノ6229様、ノイン様、次花様、クルエーレ VRC 様、モグ様、ルシエド様、ミソのホウコ様、ヒデ様、ルナアカネ様、ショウシダ様、レッチ0226様、ノッチ590様、サモン999様、 NMCH1222 様こと NM ちゃん、チヤマ様、千田みかん様、竹谷あきとミリアッシュ代表様、タイクロン様。以上17名、調達期間9日、達成率 117%。 皆様のご支援誠にありがとうございました。